ザ・デストロイヤーは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州バッファロー出身のドイツ系アメリカ人。本名は、リチャード・ジョン・ベイヤー、通称リック・ベイヤー。アメリカでは、ジ・インテリジェント・センセーショナル・デストロイヤー、リック・ザ・デストロイヤー・ベイヤーなどのリングネームで知られる。日本では、白覆面の魔王の異名を持つ覆面レスラーとして、足音の、あざがためを武器に、力道山や、 ジャイアントババと戦ったほか、テレビタレントとしても活躍した。息子のカートベイヤー、娘婿子のダニー・スパイビーもプロレスラーである。シラキュース大学教育学部卒業、シラキュース大学大学院修士課程修了。在学時からアメリカンフットボールの選手として活躍し、卒業後も母校のコーチを務めていたが、レスリングでも実績を残していたため、年に、 アメリカのプロレス団体からのオファーを受けて、プロレスラーとしての活動も並行して始める。デビュー後から1960年代初頭にかけては、素顔のリック・ベイヤーとして、地元のバッファローやクリーブランドなど、後に NWF の拠点となる五大湖エリアを、主戦場にベビーフェイスのポジションで活動。ダン・ミラー、フレッド・アトキンス、ジョン・トロス、アンジェロ・ポッフホ、ワルド・ホン・エリックらと対戦し、 ボボブラジルのパートナーにも起用された。1962年、白地に赤や青の縁取りをつけたマスクをかぶり、ヒールの覆面レスラー、ジ・インテリジェント・センセーショナル・デストロイヤーに変身。ロサンゼルスのワウィにて、同年7月27日に、フレット・ブラッシーを破り、ワウィ世界ヘビー級王座を獲得、覆面レスラー初の世界チャンピオンとなった。その後、 1964年にも7月22日に、リックザ・ブルーザー、11月13日に、カウボーイ・ボブ・エリスから、同王座を奪取し、通算 3, 3回にわたって、ワウイ世界ヘビー級王者となっている。ワウイでは、ハードボイルド・ハガティをパートナーに、世界タック王座にも2回退官した。NWA 県では1964年、カミキ、オレゴン及び、 ワシントン州のパシフィックノースウエスト地区にて、マッドドッグ、バショニア、ニックボックウィンクルと交想。サンフランシスコのアメリカンレスリングアライアンスでは、義兄弟、ビリー・レッド・ライオンとのコンビで活動し、1965年に、レイス・ティーブンスパット・パターソンと、世界タッグ王座を争った。テキサスでは1966年2月8日、ダラスにてゴールデンテラーと組み、 当時アメリカ修行中だった漢字ン,ンド・デューク系オムカから東テキサス版の NWA 世界タッグ王座をダッシュしている。1968年にはかつての全米三大メジャー団体の一つであるアワで黒覆面のドクター X を名乗り8月17日にバーンガニアを倒し第23代アワ世界ヘビー級チャンピオンとなった。8月31日に ガニアにタイトルを奪還され、単名王者となるも、大会中は、ザ・クラッシャー、マイティ、イゴール・ボディック、ビル・ワットラの挑戦を退けている。NWA 県では、ザ・デストロイヤーに戻り、ロサンゼルスでは1969年8月15日、後に、日本でも幾多の好勝負を残すこととなる、ミルマス・カラスの NWA アメリカス・ヘビー級王座に挑戦。 1970年9月30日には、ハワイにて、ペドロモラレスから NWA 北米ヘビー級王座を、ダッシュ、12月16日に、ビル・ロビンソンに敗れるまで、ザ・シークラを相手に防衛を続けた。以後、1970年代前半も、ロサンゼルスやハワイ、ドクター X の名義でアワなどで活動。アワでは1971年より、ベビーフェイスに転向しており、 ボック・ウィンクル、スティーブンス、ナリー・ヘニング、ラーズ・アンダーソン、バロン・フォン・ダシク、イワン・コロフ、ダスティ・ローデスなどのヒール勢と対戦。クラッシャー、ロビンソン、レッド・バスチェン、ワフマクダニエルらと組んで、ボック・ウィンクルスティーブンスが保持していたアワ、世界タッグ王座にも再三挑戦した。その後、1973年より全日本プロレスの所属選手となってからも、 ロサンゼルスやサンフランシスコなど西海岸を中心にアメリカのリングに時折出場した。日本へのレギュラー出場を終えた1979年以降はカナダのトロントやモントリオール地区などで活動。トロントでは1980年1月13日、ボブバックランドの WWF ヘビー級王座に挑戦。モントリオールでは1983年1月10日。 ロビンソンを破ってインターナショナルヘビー級王座を獲得、自身のキャリアにおける最後のタイトル大感を果たした。同年5月17日には、ニューヨーク州シラキュースでの WWF のハウスショーにおいて、当時アメリカ遠征中だった藤波達美と対戦している。1963年5月、日本プロレスに初来日して力道山と対戦、足4の アザガタメをめぐる壮絶な攻防は全国に一大センセーションを巻き起こした。同年5月24日に東京体育館で行われたワウイ世界選手権は平均視聴率64%を記録。これは今日においても歴代視聴率4位にランクされている。力道山とのシングルマッチは通算1勝1敗2分。力道山の死後も 豊登と和尾世界ヘビー級王座をめぐる激闘を繰り広げ、さらにジャイアントババを新たなライバルとして、日本プロレスの人気外国人レスラーの地位を確保するようになる。アントニオ猪木智子を勝負を残しており、シングルマッチは通算1勝1敗2分であった。初対戦の頃は、ババを血だるまにして越したと言われる大ヒールのデストロイヤーで、 あったが、全日本プロレス旗上げ後の1972年に、来日の際、馬場に負けたらスケットとして、日本に残ると宣言、敗れたデストロイヤーは、その後、1973年3月から1979年6月に、かけて全日本プロレスの所属選手として活動。PWF 認定 US ヘビー級王者として、アブドーラ・ザ・ブッチャーや、ミルマス・カラスラと王座をかけた。 名勝負を残した。1975年3月12日には、富士宮において、ジャック・ブリスコが保持していた、NWA 世界ヘビー級王座に挑戦している。全日本では、若手選手のコーチ役も担当し、ジャンボ・ツルダをはじめ、大似た厚しや淵正信などが、教えを受けた。覆面世界一決定10番勝負、NWA 本部を差し置いて、覆面世界一を名乗ることはできない。 世界の強豪マスクマン10人を破って、初めて世界一を名乗れるというアングルに橋を発する、覆面10番勝負は、1974年7月25日のミルマスカラス戦を皮切りに、1976年8月28日のスーパーデストロイヤー戦まで2年間にわたって行われた。キラーカール・コックスが変身した、ザ・スピリット・リック・マードックが変身した、 ザトルネードなどの急増マスクマンも多く含まれていたとはいえ、資格として送り込まれる、ミスターレスリング、ジ・アベンジャー、ザ・バラクーダ、カリプス・ハリケーン、ブルー・シャーク、スーパー・デストロイヤーら実力者相手の連戦で、タイガー・マスクのストーリーにも似た興奮を醸し出した。なお、覆面を模した、オリジナルチャンピオンベルトも存在する。金曜10時、噂のチャンネル、 そのユニークなキャラクターから日本テレビ系で放送されたバラエティ番組金曜10時噂のチャンネルにレギュラー出演し和田においデストロイヤーこっち来いなど存在に扱われて戸惑うなどコメディアンとしてのセンスをミセリングの外でも人気を博した番組中徳光和夫に足音のあざがためを仕掛け徳光が俺はギャラがないんだぞ数日後には 父親さん観覧んだよ。俺と叫びながら悶絶する姿が見られた。デストロイヤーの噂のチャンネルへの出演は当時全日本プロレス中継のプロデューサーであった原明が考えたアイデアだった。1979年6月、日本でのレギュラー出場に一旦終止符を打ち北米のマット会へ再び主戦場を移したが、 その日本陣営引退記念試合として組まれた馬場との特別試合で新日課であるデストロイヤーらしく入場式の後後楽園ホールの放送席に駆けつけ視聴者プレゼントにとマスクや試合に使われたガウンなどをサイン入りで寄贈した。また花束の贈呈には噂のチャンネルで共演した和田千田らも出席した。アメリカに戻ってからは年1回。 全日本プロレスのサマーアクションシリーズでの特別参戦を続け、1993年に引退した。7月29日に日本武道館で行われた引退試合では馬場及び息子のカートとトリオを組み、A 玄春香、淵正信、井上正雄組と対戦。井上はオンのあざがために仕留めた。退場時には和田明子のあの鐘を鳴らすのはあなたが、 テーマとして使用された。その後は、オハイオ州、アクロンの高等学校で、体育教師に転じ水泳教室のインストラクターも務めた。その後もたびたび来日して、日本のプロレス界やマスコミに登場を続けた。2007年には、レッスルキングダム2の宣伝のために、ブッチャーと共に登場した。同年12月20日、アントニオイノキが主催する、イングフが、 有明コロシアムで開催したゲノムにチョキファイティングクリスマスに特別立会人として来日。カートアングルと剣道家臣の一戦では場外で椅子を振るおうとした家臣を制止して会場のファンから大歓声を浴びた。2011年8月27日にはオールトゥギャザー東日本大震災復興支援チャリティープロレスに登場デストロイヤーハイソーダ脱オールトゥギャザー スペシャルバトルロイヤルの立ち会い人を務めた。2017年、プロレスラー時代から、日米両国の友好親善及び、青少年交流に貢献してきた実績を評価され、日本政府より、秋の叙勲において、外国人叙勲者として、極日総交渉を受賞することが発表された。自身の健康状態を鑑みて、来日を見送った代わりに、翌2018年2月に、 米ニューヨーク州バッファローにおいて、除勲伝達式が行われ、高橋霊一郎ニューヨーク総領事より勲章が伝達された。最晩年の2019年2月19日、ジャイアント馬場没20年追前工業王者の魂におけるアブドーラザ・ブッチャーの引退セレモニーに際し、メッセージを送った。3月7日、 アメリカ合衆国ニューヨーク州バッファローの自宅にて88歳で死去。長男のカートによると7日正午過ぎに家族に囲まれて自宅のベッドで息を引き取ったという。ありがとうございます。